ですね、本棚の紹介。本棚今2つあって、そこそこあると思うんでちょっとね、紹介したいという。実家にも実は本棚同じぐらいのサイズのが2つあるんですけど、当時読んでた少年漫画とか結構あって、ドラゴンボールとか、割と、多分、まあいいや。まあ、とりあえずね、今この家にあるやつを紹介していこうかなと思います。早速いきます。まずパソコンの左側にある本棚ですね。アストロ球団。熱血野球漫画なんだけど、ほとんどギャグみたいな内容で、魔球とかがめちゃめちゃ出てきて、人が結構死ぬやつ。水木しげる、古代出雲。これ出雲に行った時にね、買いました。日本神話のやつね。松本隆さんの風のクワルテット。松本隆さんの詩好きで、こう文章でもね、触れたいみたいな感じで。K 協定って結構怖いホラーの小説ですね。柘植義治、大好きな柘植さん。藤子不二雄の短編集、これめっちゃ面白いです。ハレンチ学園、長い号、マカロニほうれん草。古いねギャグ漫画好きなんですよ。ギャグ漫画基本好きなんだけど、古いのがね面白い。今読んでも結構面白いです。この辺カルロス・カスタネダ、呪術と夢見、スピリチュアル系だと結構人気ある本なのかな。そこまで詳しくないけど、なんかサブカル好きは結構読んでるイメージ。チベットの死者の書、サイケデリックバージョン。これティモシー・リアリーっていう、まあ、60年代カウンターカルチャーのドラッグの部分での原動力になった人の著作ですね。当時のミュージシャンはみんな読んでたやつ。あとタロット、タロットはちょっとぶっちゃけカードの方も買ったんだけど全然やってないですね。早川文庫 SF 総解説2000。早川で出てる SF 本をもう死ぬほど解説してる本で、 SF 俺読まないんだけど、なんかこうたくさん何かがデータ化されてるものを読むの好きなんですよ。面白いなと思って、ただこうあらすじをパラパラ読んで楽しいなってやるっていう。これも面白い。テキスタイル用語辞典、服の生地の辞典。あ、これも面白かった。スティーリーダンのエイジャの作曲法。今度これについて動画作りたいぐらい。レジデンス、アメリカの、アバンギャルドのロックバンドのね本ですね。石の卓球とか山塚愛が帯に寄せてますけど、大好きなトッド・ラングレンの本。このね魔術的芸術っていうアンドレ・ブルトンの本、まだまともに読んでないんだけど、原書がすげえレアでなかなか手に入んなかったらしいんですよね、割と長い間。それがこう再版されて、まあ内容はぶっちゃけ評価は高くないんですけど、芸術をこう古代からバーって魔術っていう文脈で捉えた本ですね。ピーター・マックスの画集、黄色い楽天、ベタベタな。ウィリアム・モリス、ウィリアム・モリス好きです。これ最近出た本かな。岡野上敏子さんのアート、この人はコラージュの人、夢の閲楽。これね正直著者の方知らなかったんだけど、本屋でパラパラって見ておもろいから買ったんですよ。40年間著者が夢日記を書いてて、それを挿絵付きで解説してるみたいな。めっちゃ面白い、インスピレーションになる。結構エロいんですよね。まあ、夢ってエロいの出てくるじゃないですか。これに憧れて俺も夢日記書き始めたけど、3日ぐらいで飽きましたね。あとこれゲームボーイパーフェクトカタログ、なんかまあデータ化カタログ化されてるシリーズのやつね。こういうの読むの好き。世代だし、恐怖漫画で有名な梅津さんですけど、これは美に執着してる女性が老いにめっちゃ恐怖してるみたいな、そういう意味での恐怖。めっちゃ面白い。この辺はコンパクトな画集ですね。モディリアーニ、ダヴィンチ、ゴヤ、ミロ、性と愛の交流分析。これすいません、友達の仮パクしてます。性について本気で語ってるやつ。山口不二雄さんの村八分の本。ジョン・レノンに恋して、シンシア・レノンのこの本ね、すごい面白い。ジョンの伝記なんだけど、シンシア・レノンって最初のジョンの奥さんですね。小野陽子の前の。第三者的視点でジョン・レノンをすげえ正確に捉えてる。ビートルズ関連の本だったらめっちゃ面白い方。かなりビートルズの本読んできてるけど、これはもうトップ3に入るやつ。続いてで、進行のディスクガイドシリーズがバーって当たった。これ俺が好きなバーティゴっていうレコードレーベルのカタログですね。でブルース、大滝栄一さんのムック本っていうかインタビューとかいっぱい載ってるやつ。ポールの、自伝。ポールの自伝ってね、でどれもそんなに面白くないんだよね。ビートルズ音楽論、この本めっちゃ面白いです。音楽理論ですげービートルズ解説してるやつ。これすごい本、これかなり決定版だと思うな。アビーロードとかオリンピックスタジオとか、そういう往年のね
名盤がレコーディングされまくったスタジオを、もう間取りとか当時使ってた機材とかそういうのをオタク的に追求して解説してる本、ビートルズ UK 版コンプリートガイド、これはあのレコードでビートルズ買うときに辞書的な感じで使いますね。この辺は画集とか大きめの大判の本、エロティック美術の読み方、これヒッピーシックっていうのは当時のヒッピーファッションを写真で見せてくれるやつ、これを見てグラニーテイクスタトリップの存在知りました。ウルトラマンの美術やってた成田徹さんの画集、ビアズリーの画集、ビアズリー大好きです。フェルメール店行った時に買ったやつ、岡本太郎の絵画、これも岡本太郎美術館行った時に買いましたね。あとこれファンの方にねいただいた永井博士の画集ね、素晴らしいものをくれますよね。大竹一さんロングバケーションのジャケの人、これめっちゃ面白い。ザ・フィフス・ビートルってブライアン・エプスタインについての漫画、まあ、アメコミみたいな感じですね。ブライアン・エプスタインってあのゲイだったんですけど、この時代じゃないと書けないと思うんだよね。だから LGBT 的な視点で鋭くその辺も切り込んでて、そういうところまでスポットを当てて書き切ってるって感じの漫画で、絵的にもすごい綺麗だし、これおすすめ、いい本すごく。ニール・プレストンっていうあの写真家の方の本なんですけど、親父が誕生日だかにくれて、ロックミュージシャンの写真をすごいいっぱい撮ってた人ね。あのめっちゃ面白い。あと画集がありますね。ゴッホ、セザンヌ、ダリ、キリコ、ムンクで、この辺はボックスセットとか多いね。 ACDC とか BB キング、ビーチボーイズ、あとナゲッツがこう5つありますね。これはサンフランシスコのガレージのコンピで、これ LA、 あとはスティッキーフィンガーズのボックスと、メインストリートならずものサージャントペパーズ。この辺は自伝コーナーかな。ポール、モータウン、ボディラン、キース、キースの自伝めっちゃおもろい。このジェフ・エメリックのビートルズサウンド最後の真実って本、これはビートルズの、リボルバーからのかな、エンジニアだったジェフ・エメリックが、まあ、彼の視点の自伝みたいな感じですね。これはビートルズ本で一番面白い。もうめちゃめちゃ克明に当時のこと書いてて、ジョン・レノンが初めてストロベリーフィールズをアコギでみんなに披露するシーンとか、感動的なエピソードがいっぱい入ってますね。まあ、彼らの当時のその創作への取り組み方とか、そういうとこ知れるのがすごい面白い。アラン・ローマックス。アラン・ローマックスってアメリカでブルースとかフォーク系の土着の音楽をテープレコーダーを担いで、いろんなアメリカ各地回ってそういうのを記録してた、まあ、偉大な人で、この本を見ると当時のね、黒人奴隷のその、歌ってた労働歌っていうのかな、労働歌の歌詞とかそういうの書いてあってめっちゃ面白い。フィル・スペクター2冊、ブライアン・ウィルソン、ボブ・ディラン詩集、まあこんな感じ。ケツじゃないと私上がらない、ケツじゃないと私上がらない。続いて二つ目の本棚ですね。水木しげるとか日野秀志さん、うん、このあたりはホラー系のがありますね。水木しげるは俺鬼太郎もすげえ好きなんだけど、このあたりのね短編がめちゃくちゃ面白い。そしてめっちゃ笑える、ギャグとしても捉えられるぐらいおもろい。ならず者たちのギャラリーってこの間ドバイで読んでたんだけど、画商についての話ですね。画商が実は美術の価値を決めてた節あるんじゃねみたいなやつ。なぜか六感がない秋、ネジ式すげさん、この辺は劇画とかガロっぽいやつが多いね。4畳半でさ、男女がこう住んでて、女性の方はスナックで働いてて、男はどうしようもなくてパチンコとか行ってタバコばっかり吸ってるみたいな1話読み切りの劇画の漫画ってめっちゃあるじゃん。そういうの好きなんですよね。山上達彦、ガキデカの作者がガキデカの前に書いてたギャグ漫画、喜劇新思想体系、すっげー硬いタイトルだけど突き抜けた下ネタの漫画、昔のギャグ漫画ですね。この辺はちょっとサブカル集するやつだね。水木しげるの泉鏡花伝、これ面白かった。吉田戦車の4コマめっちゃ好きで、この辺もまあちょっと中途半端にしかないけど、映るんですとかも好きと、田中圭一も好きだし、漫画太郎とか、この辺のねもうハードな下品なギャグ漫画好きですね。はい、大好きな赤塚漫画、赤塚漫画で俺が好きなのはこの2つ、ギャグゲリラとレッツラゴン。この人ですごいスタイル変わるんですよ、時代によって。この辺は割と毒の強い時代で、あと先鋭的、新しいことすごいやってる。ギャグ漫画って赤塚さんとか特にそうなんですけど、こう笑いって同じことを繰り返してできないから、スタイルがどんどん変わってくんですよね。でこの辺のバカボンとか、そのストレートな笑いからこうだんだんもう支離滅裂なギャグになっていくっていう感じで、レッツラゴンとかはもう左手で描いた漫画とかあるんですよ。利き手じゃない方の手で漫画描いて、ぐちゃぐちゃの絵柄で出てたりとか、これ好き。桜ももこ長澤くん、
春中学生になったちびまる子ちゃんたち、まあ、長澤くんが主人公なんですけど、についての漫画、鬼太郎、あや子、この辺は手塚治虫の中でもダークなやつね。おもらいくん、これ永井豪の漫画なんだけど、主人公がホームレスで、今じゃ絶対に描けない漫画ですね、コンプラ的に。あとガキデカ、ガキデカ超好きなんだけどね、なかなか手に入んなくて。気まぐれオレンジロード、こういうラブコメものも好き。天栄少女とかアイズとかも好きなんだけど、実家から持ってきたのは気まぐれオレンジロードでした。火の鳥はやっぱりもうバイブルですよ、僕の。うるせえ奴ら、もういつ読んでも面白い。ラムちゃんも理想の女性。ガキデカ、水木しげる、辰巳義弘、アラセルスマン、デビルマン、焼けっぱちのマリア、これはエロいやつ。手塚治虫の中でもエロい。藤子不二雄の短編。漂流教室本当に好き。中学の頃読んでマジで衝撃受けた。超面白いです。そして、申し訳程度にあるこの純文学コーナー、芥川、漫画もあるけどね、アドルフに次ぐとか、白芸とかもね、上巻だけあって、挫折したのがもうバレバレという。オルダス・ハクスリーの近くの扉、これはドアーズの元ネタになった、サイケ系の、当時のニューエイジ系の幻覚剤についての本で、ドアーズ・オブ・パーセプションっていう。これも60年代のカウンターカルチャーの原動力になったっていうか、昔のミュージシャンがもうみんな読んでたやつね。中島らも好きです。バタイユ、この辺はもうあれだな、でも高校生くらいの時に背伸びして頑張って読んでたやつね。ボードレールとか三島、谷崎、バルザック、レモンも読んだな。悪の花、神の異邦人、ドセフスキー、まあベタだね結構ね。モーム、魔術師、ゲーテの色彩論。ゲーテの色彩論さ、むずいね、なかなか攻略できない。あ、ポーも好きだ砂の女、うん、なんかでもこう見てたらまた読みたくなってきたな。純文学もね、ハマると一気にそっち行くんだけど、なかなか最近純文学読むスイッチが入ってないね。はい、という感じでね、以上、僕の本棚の紹介でした。この家の二つ目の本棚買ってからまだ多分 2,3 ヶ月とかなんですけど、もうほとんど埋まっちゃって、また新しいの買わないとなって感じですね。すぐ埋まっちゃう。本棚空いてるスペースあると本買ってもいいんだみたいになっちゃって、もうバンバン買っちゃうんですよ。最近だから漫画の新作とかは Kindle で読むようになってきて、寂しさもあるんですけどね。まあいいや。はい、それでは。